2019年1月26日、東京都港区グランドプリンスホテル新高輪飛天の間、 FNS 歌謡祭などが開催されるこの日本一の会場で、今年も日本一の祭典が幕を開けようとしていた。しかし1年前に見た光景はもはや過去の記憶でしかない。1200人以上の観衆が見守る壇上へと上がることが許されるレベルも果てしなく上昇。その頂へと上り詰めた覇者たちが今宵高らかに声を上げる。あなたはこれからそんな歴史の1ページを目撃することとなる。HostTV.com。日を追うごと、新宿歌舞伎町を中心に全国で店舗、キャスト、従業員が増え続けるホスト業界。ここは売上や指名本数でのナンバー争いが絶対の世界。しかし年々その登場のレベルも上がり続け、現代はまさにホスト群雄割拠の時代といえる。そんなホスト業界で長年にわたり常に最先端を貫き続け、最大手の座を譲らないホストグループがある。それがグループダンディだ。本店のトップダンディ、その姉妹店にあたるキャンディーをはじめ、現在47店舗展開、在籍キャストは驚異の1200人オーバー。日本一と呼ばれる名店、伝説と呼ばれるスタープレイヤーたちを次々と生み出し続けてきた偽りなき日本一、業界一のホストグループである。そんなグループダンディの中から2018年とんでもない記録を叩き出した猛者たちが数多く誕生した。年間1億円プレイヤーはなんと総勢12名。グループトップ10の売上合計は16億円をも突破した。この日、そんな男たちを称えるべく日本一の舞台が用意された。それがこの飛天の間で行われた 2019GD 新年会だ。この番組では日本一の祭典 GD 新年会の様子を余すことなくお伝えするとともに、中でも特に多くのランカーを輩出し、店舗として急速な成長力を誇るキャンディーをピックアップし、彼らの魅力に迫っていく。鎧を身にまとい刀を手にしたこの男こそ、業界最大手グループダンディの舵を取る高見会長だ。
レーベルの代表、プロデューサー、社長らが壇上で舞い踊る。こんなホストグループが他にあるだろうか。さまざまな記録が生まれました。そして同時にグループラリーが大きく飛躍した、そんな1年でした。2019年はね、そのみんなの努力が合わせ、2018年を基盤としてさらに盛り上がることなく、ホスト業界に対して厳格無宣言いたします。来年にはね、厳格部プロデューサーたちと歌ったちょうどね、今日アイデアのことで開催されますので、ね、ぜひ皆様ね、新曲の宣伝でございます。厳格部の意図するところっていうのはね、ホスト界を、そして社会を大きく前に出て、それからこれらのホスト業界の将来をさらに発展を持つ、そういう構えです。今日ね、国挙げでも総理挙げでも宴、ぜひね、みんなで一緒に盛り上げてまいりましょう。2019年グループダンディ天下分ということで、乾杯。そしていよいよ各表彰が始まる。それはまさに新たな歴史を称する光景だった。